フリードリヒ・ゴセイは、プファルツ戦定校、ボヘミア王。1618年のプラハ総外党的事件に、始まる30年戦争では、ボヘミアの盗賊議員によって、ボヘミア王に選ばれたが、1620年の白山の戦いで、ハプスブルク家が勝利を収めると王位を失った。そのことから富裕王と呼ばれる。1596年。 現在のドイツのオーバー・プファルツ、アンベルク近くのダイス・シュバイクにあったヤークト・シュロスで生まれた。父は、プファルツ選定校、フリードリヒ4世、母は、オランダ総督、オランニエ公ウィレム1世とシャルロット・ド・ブルボン・バンの娘、ルイゼ・ユリアナである。1610年、父の死去によりプファルツ選定校を継承した。1613年に、 イングランドの王女エリザベス・スチュアートと結婚した。この政略結婚は、ライン側とテムズ側の交流と祝福された。イギリスでは、フラシス・ベーコンがお祭りを主催し、お辞に当たるオランダのオレンジ公マウリッツも、イギリスからの帰路オランダにて祝福している。ただし後の30年戦争の際は、ジェームズ一世からの援助は、十分に受けられなかった。1619年に、 ボヘミアのプロテスタントの貴族たちは、カトリックの神聖ローマ皇帝、ハプスブルク家のフェルディナント2世を、王いから排除すべく、フリードリヒ5世に、ボヘミアを即位を申し出た。フリードリヒ5世が、プロテスタント同盟の有力なメンバーだったためである。またこの同盟は、フリードリヒ五世の父フリードリヒ四世が、 帝国におけるプロテスタントの擁護のために結成したものであった。フリードリヒ5世は即位を受諾したが、同盟者たるべきプロテスタント同盟は、フリードリヒ5世への軍事的支援に失敗。反対に、フェルディナント2世は、フリードリヒの属兄である、バイエルン公のマクシミリアン1世を中心とした、カトリック連盟をはじめとする諸公の支持を取り付け、スペイン軍が、 フリードリヒ5世の本拠であるプファルツに侵攻し、選挙、ボヘミアの皇帝派貴族に反乱を起こさせ、準備を整えてからボヘミアへ出兵した。翌1620年11月8日の白山の戦いで、ボヘミア貴族連合軍は、カトリック軍に敗北し、フリードリヒ5世のボヘミア王としての治世は終わった。フリードリヒを冬をに除した1619年の、 神聖ローマ帝国のパンフレット年代表示名。このパンフレットで最初に冬王という言葉が登場した。皇帝側は、フリードリヒ五世は冬だけの王で終わると揶揄して、1619年の彼の即位直後から帝国のパンフレットに冬王を用いた。対するプロテスタント側は、フリードリヒは混乱からボヘミアを救った冬のライオンであると主張して対抗したが、 プロテスタント側が敗北したため、冬王が定着した。戦後、スペインは1621年に、プファルツから撤退して、オランダへ向かったが、フリードリヒはこの隙に、プファルツ奪還を図り、傭兵隊長、エルンスト・フォン・マンスフェルトと、クリスティアン・フォン・ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテル、バーベンドゥルラ派編共白、ゲオルク・フリードリヒらが拒兵したが、 いずれもカトリック連盟司令官のティリー博に打ち破られ、ティリーは1622年にプファルツを占拠、フリードリヒはオランダへ逃れた、おじにあたるオレンジ公マウリッツを頼った。1623年、フリードリヒ5世の放置と選定公くらいを剥奪する直令が公式に出され、それらは同族のマクシミリアン一世に与えられた。 1630年に30年戦争に介入したスウェーデン王グスタフ2世やドルフはフリードリヒに戦線に復帰するよう要求したが先帝皇であるフリードリヒは他国の王の指図を好まず復帰を拒否した。フリードリヒは余生のほとんどを妻や家族と共に亡命先のハーグで暮らし1632年にマインツでペストが要因で死去した36歳だった。 一説ではフリードリヒは、グスタフ2世、アドルフの死の報告を聞いてから間もなく混沌したという。1648年に、ベスト・ファーレン条約が締結されると、次男のカール1世ルートビヒは新説の選定公としてドイツに戻り、マクシミリアン1世も選定公として認められた。1613年2月14日、イングランドとスコットランドの王ジェームズ1世と案。 王妃の娘エリザベスと王室礼拝堂及びホワイトホール宮殿で結婚した。多くの子供を設けたが、その半分以上が亡命時代に生まれた。長男は創生し、次男以下の息子たちの子孫はカトリック教徒と結婚するか、自らカトリックへと回収している。あるいは諸子であったため元より継承権がなかった。娘たちもまた、 比較的著名の者は突がず修道院に行き、突いだ者も子孫を残さず断絶した。結果、カトリックでない子孫は末娘、ゾフィーの子孫のみとなり、このことが、ゾフィーが現イギリス王位継承権者全員の共通先祖となる根拠となっている。ハインリヒ・フリードリヒ推進、カール一世、ルートビヒ・プファルズ選帝侯、エリーザベト・ヘルフォルト女子修道院長、 デカルトとの所簡のやり取りで知られる。ループレヒト、カンバーランド校、イングランド内戦で活躍。モーリッツ・イングランド内戦に参戦。ルイーゼ・マリア・モビュイソン女子修道院長。ルート・ビヒエル・アルト・ヘンリエッテ・マリー、ラー・コーチ・ジグモンド・ハクシャクと結婚。フィリップ・シャルロッテ・ゾフィー・ハノーファー選定校、エルンスト・アウグストと結婚。ハノーファー選定校及び、 ハノーバー長初代のイギリス国王ジョージ一世の母、グスタフ・アドルフ、ありがとうございます。